あのやはり NHK さんとしては告発不上の受理という前にいわゆる自首にあたる自ら警察の方にですねこういうような指摘を受けてこのような犯罪に該当すると思われる行為をしていましたと昨日 NHK に対して行政指導されたとこれまで の, そのポスティングについては、はい新書じゃないという答弁をしたと記憶しているんですがそこは事実はどうでしょうかあのそれらの答弁されてませんでした、ちょっとだけよろしいですか、まあ、ご指摘の通りですね、はい、そうですね、はい、浜田議員からはですね具体的な5つの社名を挙げられて、はい、住民法違反ではないか、はい、なるご質問いただいて、はい、これにお答えしたんですけども、はいはい、答弁に至ってはですね、はい、総務省でまあ、NHK 様からですね、はい、その特定の社の送達を委託した文書を、はい、および、あとはその現在、はい、なるほど一般的にご利用しているようなものの文書の提供を受けておりますと、はい、その時の情報の限りの、はい、においてですよね、はい、それらの文書は新書に該当しないということは確認しました、はい、そうですね、ですので、その後の答弁をさせていただきました、はい、全然それはいいと思う、私も多分そうだろうなと。まあ、つまり、まあ、あえて名前、別に隠すことないと思うんです。上場している会社で、いわゆる日頃 NHK の、まあ、業務委託をしている会社名を挙げたので、いろいろな、まあ、訪問業務をしている中でやっているということで、おそらく、まあ、問題なかったのかなという答弁をされたのかと思います。で、その後、おそらく私の方から、苦情というか、情報提供があって、このような、まあ、日付と、まあ、いつまで返送しなさいとかこの中に契約書が入っているものこういったものがありますよということを総務省さんに、まあ、情報提供させていた結果2000飛び70万通ですかね昨日この文章ですよね、はいはい、これは NHK 側がそういう事実があったと認めたって感じなんでしょうかはいそうですそこはコミュニケーションとと、はい、いうことですよね。ね、この、まあ、違法な、新書を違法に郵便法違反をして、送達させたっていうか、まあ、ポストに入れたと、ポスティングをしたということについて、この2000飛び70万通というのは NHK の申告ですよね。はい。そうですよね。特段総務省として調査権とか捜査権があるわけじゃないから、まあ、調査権あるけど、捜査権があるわけじゃないから、これが本当かどうかすらわからないということですね。はい、それはまさにその通り。NHK 側の申告ですよね。はい。はい、それはそれで OK です。で、まあ、この後当然刑事告発をこれからしに行くことになるんですけども、それは我々からもするんですけども、特に総務省さんとしては刑事告発をする予定は今のところない。現時点では、はい、こう郵便法の規定を無視しようとか、あるいはその、はい、こう送ってもいいだろうと、全くその法的な検討も必ずに送ってもいいだろうと、はい、NHK さんの側で考えたということは聞いておりませんで、むしろ新書に該当するというようなことにならないように注意は払っていたということを聞きますので、はい、こうわざと何かを郵便法に背いて、わざと何か違反しようというような意思があったというふうには聞いていません。ですから、はい、今のところは告発をするということは考えていない。考えていないというところです、ね、はい、いや全然我々がこの後代々木警察署に僕自身の名前で告発を出しに行こうと思っていますので、当然やはり総務省さんは、まあ、これ国民の方聞いておられるんで、要は総務省さんはあくまでも NHK を監督所管している、監督が所管がどっちでしたっけ、確か所管だけですよね、まあ、監督できなかったと思うんですよ。まあいいですよ、NHK を、はい、ごめんなさい、 NHK をね所管しているのは総務省さんだから、総務省さんは NHK にこのような指導ですよね、行政指導というものを出されてるってことでいいんですよね、はい、これやっちゃこれはダメですよと、はい、いうことを、まあ、今回総務省さんは NHK に教えてあげて、はい、これはもうダメですよ、目って感じですよね、注意とか、はい、特段何かこれを NHK が受けたことによって、はい、NHK の業務に何かこれから障害が出るというか問題が出るようなことはなくて、注意している程度の文章でいいんですよね。もちろんその同じようなことを、うん、するなとしては、でこれは NHK に対して行政指導されているんですけども、はい、他にこれ実際にこれにいわゆる NHK が発注して実際にポスティングした業者がいて初めてこれは成立する犯罪だと思うんですけども、そうですね。これちょっとまあこれ、まあ、もう公開してるんで、この実際にポスティングした業者に対しての指導っていうのは総務省さんはされない。事実関係をまず確認しなきゃいけない。はいですね、はい、それは複数の事業者、少ない数の事業者がいらっしゃるので、はい、まずそういった方々とこうお話、はい、まあ、対応を決めていきたいと思います、うん、なるほど。
ということは、特段 NHK が所管だから NHK に対して指導したということではなくて、はい、この郵便法を所管しているから、はい、その郵便法の違反があったので、はい、その中の一つの業者が NHK ということだったので、はい、とりあえずそこはもう明確なので、はい、指導したと、はい、この後 NHK から発注委託されて、はい、この違法行為を、まあ、一緒にやった、まあ、共犯者と言えるんでしょうけども、はい、その業者さんに対しても、はい、ヒアリングをする予定であって、はい、場合によってはそこに対しても行政指導を行う予定と。そうですね、対応は、うん、もちろん、はい、はい、ということです。はい、はい、全然もうそれで十分です。あとこの郵便法4条第2項においては、はい、これは3年以下の懲役ということでよろしいですよね。犯罪ですよね。罰則がかかっています。罰則ありますよね。はい、郵便法76条において罰則がありますから、これは違法行為を、この法律違反をした場合には警察が捜査をするというか、まあ、いわゆる罰があると、刑罰があると。はい、警察の捜査あるいは、はい、対象になりますよね。はい、わかりました。あと、特段なんか聞いておきたいことあるかな、ね、やっぱり捜査権がどうしても及ばない総務省さんが、これ NHK に聞いても、まあ、冒頭ご説明あった通りね、NHK は自分たちが郵便法違反をしているっていうことは知ってたはずなんですよ。その2000とび70万通もやってるんでね。ただそれを特段自白もせずに、言われた業者に関してこれだけやった中のこの部分はまず問題ないだろうから、そこだけを総務省さんにお示ししてると思うんですよ。それは違いますかね。そのお互いがかかってて NHK が正直に言うんじゃなくて、ご紹介をいただいて、調査しました、はい、で、まあ、過去2015年から、まあ、行っていますこの、はい、ポスティング業務についてですね、罰則があるというご指摘を、まあ、今回、はい、いただいたということになります、うん、それで、まあ、私どもとしてはですね、はい、それまでは信書に当たるというふうな解釈はしておりませんでした。なるほど、はいはいはい、その人様の方にその時提示させていただいたのは、はい、お答えを、まあ、例示させていただきましたので、はいはい、でそれが、まあ、選挙ではないというご判断をいただいた。なるほど、はい、分かりました。そういうことであれば全然だから逆に言うと、僕はやはり今総務省さんの説明から言うとね、 NHK さんに悪意はなかったというようなことを今おっしゃられたと思うんです、ただ一方でやっぱり12月の6日に松本総務大臣が明確に信書ではないと回答されてるぐらいですね、僕はやはり NHK はこれはもうこういう指摘を私どもはずっとしているわけですから、こういうのがわざわざ私どもにあるっていうことは、これ明らかな内部告発文書ですよ。これ NHK のね、これ NHK ビジネスサービスですよ。わかりますよね。これ、まあ、コピーとと私もいいですけど、いずれにしてもこの後警察の方にこれ証拠として持っていきますので、やはり NHK さんとしては告発不上の受理という前にいわゆる自首にあたる自ら警察の方にですね、こういうような指摘を受けてこのような犯罪に該当すると思われる行為をしていましたと。やはりそこはね、自らの申し出でやられた方がいいとは思いますけど、その予定はないんですかね、今のところ。ですね、まあ、今回その行政指導を受けたという部分については大会するにあたってはですね、うん、しっかり総務省様とも、はい、コミュニケーションを取りながら、うん、一つちょっと視聴者から質問が来てて、まあ、これ結構ポスティングで使う結構珍しいっていうか、まあ、これはがきタイプの契約書なんですけども、このいわゆる郵便法違反によって投函されたもので契約をした方の放送受信契約っていうのは有効になるのかっていうことについての質問を結構いただいてるんですけども、ここについては特段今のところ回答できないですかね。お届けいただきましたですね、まあ、受信契約につきましては私のとしては有効なものということです、ね、そうですね、届けられたものが仮違法であったとしても放送受信契約書はやはりこれは別だということですよね、はい、まあ、そこは全然 NHK さんの見解としてそれであれば明確なので、逆に明確にお答えいただいてありがとうございます。ということは、まあ、あとはもう総務省さんはこれよくやっていただいたので、この後はもう捜査機関にやっぱり任せるしかないっていうのが私どもは考えてるんですよね。ですからこの後今日午後にでも代々木警察、NHK さんの所管の代々木警察よろしいですよね。確か。近くにある。ですよね。まあ、渋谷区神南ということで代々木警察が所管になりますので、またひょっとしたら警察の方かな、総務省の方にも、多分捜査の協力が依頼があるんじゃないかなとは思います。
まあ、いずれにしても私と少なくとも参議院の浜田の名被告発人で、すぐこの後訴状告発を作って郵便法違反ということで警察に届け出をします。はい、ちょっとねやっぱりやはり松本大臣の答弁が信書ではないと明確におっしゃられたわけですよ。そこはやはり多くのあれで普通は終わってしまうと思うんです。あの後僕がこの証拠をおそらく持ってるよということを総務省に言ったことで NHK さんもあこれはもう関連せざるを得ないとなったというふうにも感じるんですよね。かなり悪質ですよ。だってこれやってるの知ってるんだもん。うん、これあえて浜田参議院はこの業者名を出さずに別の業者名を出しましたけども、これはいろいろな契約書もこれ以外の書類もたくさん持ってます。おっしゃられたように複数の会社がこれに関わっているということなので、やはり犯罪によって得た利益っていうのは返金国家が没収するというような法律もありますので、まあ、それが適用されるかどうかも含めて今後やはりこの2070万通ですよね、多分日本の世帯の半分ぐらいになるんですよ。 40% ぐらいなんですかね、延べにするとね。すごい世帯ですよね。多分日本の世帯で5000万世帯ぐらいですよね。その5000万世帯のうちの 40% に当たる、もちろん同じ世帯に2回3回やっておられると思いますけどね、多くのやっぱりこれお家がですね、こういう書類が届いて何日までに返送してくださいっていうことはやっぱり恐怖を感じるんですよ。不安と恐怖を感じるんですよ。でこういうものを書いてるから信書だという判断をされてると思うんですよね。だからこれをやっぱりやった業者さんもやはり不当に意図を超えてるわけですから、そこについては刑事だけじゃなくて民事の、まあ民事というかね、そういう不正な利得についてはやはりちゃんと国庫が召し上げるっていうことも適用されることがあるんですよ。やっていただかなきゃいけないかなと思ってます。で今後も NHK さんとしてはこの今やってる特別宛書郵便っていうのは当然合法だと思うので、これは今のところ継続される方向だということでよろしいですよね。そうですね、はい。まあ、それはもうそれで使っていただければと思いますが、独占禁止法違反の可能性も我々は視野に入れておりますので、これだけのものをですね、これまで逆に2070万通のですね民間会社でやってきたものをですね急に郵便局しかできないっていうのは、これもちょっとやはり業者さんからも相当クレームが来ていまして、いわゆる民間の業者さんから来てます。なぜあれが信書なんだと。でこれ最終判断するのは最終的にはどこですか。信書かどうか最終判断するのは総務省ですか。信書かどうかの判断をするのはうちの課ですね。最終判断は難しい話ですけど、はい、それは書庫の場でこれはどうなのかというような判断を求められるようなことはあるのかもしれませんけども、それは具体によります。要はちょっと、まあ、釈迦に説法かもしれませんが、この国我が国は三権分立です。行政である総務省さんが法律を作られる、まあ、基本的には叩き台を作られることが大方です。議員立法以外は総務省さんが法律案を出します。それに対しての方でその法律を承認すると、はい、そしてその法律の解釈については争いがあった場合には司法が最終判断をするという認識でよろしいです。その通りですね。ということはこれが信書かどうかっていうのは今回総務省さんは信書だというように判断されていますけども、これ NHK さんとしては信書だということでいいんですね。 NHK さんの理解、ね、今回これまで実施してきましたですね、うん、ポスティング施策につきまして、うん、まあ、総務省様から信書に当たるというような指摘をいただいたということは受け止めております、うん、このことというか僕が聞きたいのは、 NHK さんとしてはこれは信書じゃないから配ってたわけ、やってたわけですよね。それが総務省に言われたからって言って、あ、じゃあ信書ですってお認めになるのかどうかっていうんです。その部分についてはですね、まあ、今回ご指摘を受け止めまして、うん、再発防止に努めさせていただきます、うん、再発防止ということはだから僕今ご説明しましたよね、最終的に決めるのは司法なんですよ、裁判所なんですよ。つまりこれは犯罪ですって言われても、言われた側が あそうですね分かりましたごめんなさいっていう場合と、いやいや違いますよ、この法律の解釈は違います、総務省の法律の解釈は間違ってます、だって叩き台を作ったのは総務省だけども最終的に認めたのは国会なんだから、そうするとこの解釈は三権分立の原則上司法が司法に委ねるべきだから、 NHK さんとしてはこれは6年間もやり続けたことですから信書ではないという争いをされるかどうかっていうことをお尋ねしたんですけども、
まあ、そこは特段、まあ、謝罪をされているということですると争うつもりはないと総務省さんの見解で納得されるということで、普通はクレームやれてもいいんですよ別に NHK さん、総務省はあの法律の見解解釈を説明することはできますが、最終決定をするのは裁判所ですよ。それはそうでいいんですよ。NHK側がそれはだって6年間も自分たちは合法だと思ってたのが総務省さんから言われましたと、これからに警察からも多分言われると思うんですよ。でも NHK さんとして認めるんであれば自首するべきだと思うし、認めないんだったら自首せずに告発状の受理を待って裁判で争えばいいということですよね。知らなかったとか悪意がなかったから今回は指導だということですけども、犯罪というのは悪意があるなしとか知ってる知らないっていうのは原則関係ないでしょ。